はい、どうも、ナナタです。では、タワーバトル脱出かのよ、このパーティーでいきます。アタッカーこいつです。ほんで、脇刃門、先導で、こちらは3ラウンド目のスマッシュ無効にさせるチームでいきます。多分緑入れた方がいいのかもしれないですけどね。火力が足らなければちょっと緑も入れようかなと思っております。さあさあさあ、これに耐えれてこそ。まあ大丈夫だろう。お、耐えてくれた。やっぱ火力が一気に上がりますね。 OK、 ではでは、あ、ここは火力使えない。ギリセーフ。回復しよう。あー、ギリセーフ、よかった。もうだいぶ失敗してるんでね、あまり失敗したくないんでね。はい、では CS を発動しましょう。まあ一撃で倒せますね。さあ、ここは回復を取って、はい、リッパーが来ます。まだ CS が発動できる状態でいますので問題ないでしょうと。ズドンと。まだ CS 発動してる段階だね。はい、まあここも打ってきますが大丈夫でしょう。ズドンと。鬱陶しいとこに居座るね、岸辺露伴。 CS 発動しましょう。さあ、あとは移動だけで大丈夫でしょう。はい、ズドンと。さてと、ここのフロアは、はい、アンチを打ち込めます。はい、ズドドドドンと。あ、もうほぼ倒せるね。あ、やっぱり防御で固めればなんとかなるっていう感じですね。 OK、 じゃあ最終ラウンド、ここはね、マニッシュが発動しますが問題なく回復しちゃいましょう。で、状態上無効なんで、まあ壊しても問題ないっすね。ズドンと、ズドドドドンと。はい、まあ、敵が先制してきますが問題なく倒せるでしょう。こいつら多分全滅させることが可能です。ズドンと。奥安は残ったか。これバイツは発動しそうだな。強いな、俺。うん。上太郎だけでも十分強かったっすね。はい。
というわけで結構苦戦しちゃいましたけど、なんとかクリアできました。まああとは残り4フロアですね。5フロアか。正直メンツが足るかどうか分かりませんが、もしこの動画が良ければチャンネル登録等お願いします。それでは失礼します。どなたでした。